エプスタインのロリータエクスプレス N908JE 飛行記録2000ということで、2000年ですね。世紀末ですね、世紀末。はい。それではミサを始めます。蝋人形にはしませんので安心してください。はい。2000年1月4日、出発がパームビーチ国際空港、到着がテターボロ空港。主な搭乗者はジェフリー・エプスタインが426回目、ギレーヌ・マクセルが216回目、エミー・テイラーが113回目、エヴァ・デュビンが29回目、セリーナ・デュビンが28回目、ジョーダン・デュビンが14回目ということですね。なんか別荘かなんかで、エヴァ・デュビンが持たれてますね、なんかね。ベランダ？これ。2000年1月6日、出発はテターボロ空港、到着はパームビーチ国際空港、ジェフリー・エプスタインが427回目の搭乗です。2000年1月8日、出発はパームビーチ国際空港、到着がアメリカのジョージア州のオールバニー空港ですね。ジェフリー・エプスタインが428回目の搭乗です。2000年1月8日、出発がオールバニー空港、到着がパームビーチ国際空港、ジェフリー・エプスタインが429回目です。2000年1月10日、出発がパームビーチ国際空港、到着がテターボロ空港、ジェフリー・エプスタインが430回目、ジョエル・パシュコーが5回目の搭乗です。エヴァ・デュビンとジョエル・パシュコーが抱き合ってますね。2000年1月12日、出発がテターボロ空港、到着がシールキング空港、ジェフリー・エプスタインが431回目の搭乗です。2000年1月16日、出発がシールキング空港、到着がテターボロ空港、ジェフリー・エプスタインが432回目、シリー・ルイスが13回目の搭乗です。何の本読んでるのかね、シリー・ルイス。2000年1月28日、出発がタオブロ空港、到着がパームビーチ国際空港、ジェフリー・エプスタインが433回目の搭乗です。2000年1月31日、出発がパームビーチ国際空港、到着がサンタフェシエ空港、ジェフリー・エプスタインが434回目、ギレーヌ・マクセルが217回目、エミー・テイラーが114回目の搭乗です。大体ジェフリー・エプスタインの半分がギレーヌ・マクセルの搭乗回数で、その半分ぐらいがエミー・テイラーっていうペースを守ってません、大体ね。まあ、意図してるわけではないんでしょうけど。2000年2月2日、出発がサンタフェシエ空港、到着がバンナイズ空港、ジェフリー・エプスタインが435回目、ギレーヌ・マクセルが218回目、エミー・テイラーが115回目の搭乗です。2000年2月2日、出発はバンナイズ空港、到着がテターボロ空港、ギレーヌ・マクセルが219回目、エミー・テイラーが116回目の搭乗です。2000年2月3日、出発はテターボロ空港、到着がパームビーチ国際空港、乗客はいませんでした。2000年4月24日、出発はパームビーチ国際空港、到着がパームビーチ国際空港。出発と到着が同じっていうことは、なんか飛行訓練か何かですかね。乗客はいませんでした。2000年5月3日、同じくですね、パームビーチ国際空港発着ということですね。乗客はいませんでした。2000年5月4日、出発はパームビーチ国際空港、到着がテターボロ空港、再配置です。2000年5月4日、出発はテターボロ空港、到着がパームビーチ国際空港、ジェフリー・エプスタインが436回目、ギレーヌ・マクセルが220回目、エミー・テイラーが117回目、ジョエル・パシュコーが6回目の搭乗です。2000年5月7日、出発はパームビーチ国際空港、到着がシール・キング空港、搭乗者は不明です。この2000年はですね、不明っていうのが多いんですね。2000年5月8日、出発がシールキング空港、到着がテターボロ空港、ジェフリー・エプスタインが437回目、ギレーヌ・マクセルが221回目、エミー・テイラーが118回目、モデル・スカウトのジャン・リュック・ブルネルが1回目、サウジアラビア最大の民間企業の EA ・ジュファーリ・アンド・ブラザーズ副会長のハリド・ジュファリの妻、クリスティーナ・エストラーダが1回目の搭乗です。で、この写真はモデルスカウトのジャン・リュック・ブルネルがギレーヌ・マクセルに噛みついてますね。マクセルガチで嫌がってますよね、これね。
多分2000年5月12日出発がティターボロ空港、途中がパームビーチ国際空港、ジフリー・エプスタインが438回目、ギレン・マクセルが222回目、エミー・テイラーが119回目、プリンス・アンドリューが1回目の登場です。悪い顔してますね。2000年5月15日出発はパームビーチ国際空港、到着がダブロ空港、ジェフリー・エプスタインが439回目の登場です。2000年5月16日、出発がティターボロ空港、途中がシールキング空港、ジェフリー・エプスタインが440回目、シェリー・ルイスが14回目の登場です。2000年5月21日、出発がシールキング空港、到着がティターボロ空港、ジェフリー・エプスタインが441回目、シェリー・ルイスが15回目の登場です。2000年5月30日、出発がティターボロ空港、途中がシカゴ・ミッドウェイ国際空港、再配置です。2000年5月31日、出発がシカゴ・ミッドウェイ国際空港、到着がティターボロ空港、ジェフリー・エプスタインが442回目、ギレーヌ・マクセルが223回目の登場です。2000年6月1日、出発がティターボロ空港、到着がパームビーチ国際空港、ジェフリー・エプスタインが443回目、ギレーヌ・マクセルが224回目、エミー・テイラーが120回目の登場です。2000年6月4日、出発はパームビーチ国際空港、到着がティターボロ空港、ジェフリー・エプスタインが444回目、ギレーヌ・マクセルが225回目、エミー・テイラーが121回目の登場です。2000年6月9日、出発はティターボロ空港、到着がサンタフェシエ空港、ジェフリー・エプスタインが445回目、ギレーヌ・マクセルが226回目の登場です。2000年6月12日、出発がサンタフェシエ空港、到着がバンナイズ空港、ジェフリー・エプスタインが446回目の登場です。2000年6月14日、出発がバンナイズ空港、到着が、アメリカのカリフォルニア州のサンマテオ郡のサンフランシスコ国際空港です。ジェフリー・エプスタインが447回目の登場です。2000年6月14日、出発がサンフランシスコ国際空港、到着がハリリード国際空港、ジェフリー・エプスタインが448回目の登場です。2000年6月14日、出発がハリリード国際空港、到着がアメリカのアリゾナ州のフェニックススカイハーバー国際空港、ジェフリー・エプスタインが449回目の登場です。2000年6月17日、出発がフェニックススカイハーバー国際空港、到着がパームビーチ国際空港、ジェフリー・エプスタインが450回目の登場です。2000年6月18日、出発がパームビーチ国際空港、到着がティターボロ空港、ジェフリー・エプスタインが451回目の登場です。2000年6月25日、出発がティターボロ空港、到着がシールキング空港、ジェフリー・エプスタインが452回目、ギレーヌ・マクセルが227回目、エミー・テイラーが122回目、ピーター・マリノ・アーキテクト、PLC 創業者で建築家のピーター・マリノが1回目の登場です。ピーター・マリノ、誰かに似てますね。なんかこんな芸人いましたよね。まあ、入れ墨はしてないかもしれないけど。2000年6月25日、出発がシールキング空港、到着がティターボロ空港。主な搭乗者は神学者のエリザベス・ジョンソンが1回目、ヘアスタイリストのフレデリック・フェッカイが1回目、フレデリック・フェッカイの息子のアレクサンダー・フェッカイが1回目、ピーター・マリノが2回目の登場です。写真はフレデリック・フェッカイとギレーヌ・マクセルのツーショットですね。はい。2000年6月25日、出発はティターボロ空港、途中がパームビーチ国際空港、再配置です。2000年6月30日、出発はパームビーチ国際空港、到着がシールキング空港、再配置です。2000年6月30日、出発はシールキング空港、到着がパームビーチ国際空港、ジェフリー・エプスタインが453回目、ギレーヌ・マクセルが228回目、エミー・テイラーが123回目の登場です。2000年7月4日、出発がパームビーチ国際空港、途中がティターボロ空港、ジェフリー・エプスタインが454回目、ギレーヌ・マクセルが229回目、エミー・テイラーが124回目、メリンダ・ランツが2回目の登場です。2000年7月5日、出発がティターボロ空港、到着がフランスのル・ブルジェ空港、ジェフリー・エプスタインが455回目、ギレーヌ・マクセルが230回目の登場です。2000年7月6日、出発がル・ブルジェ空港、到着がイタリアの
サルデーニャ州のオルビアコスタスメラルダ空港、ジェフリー・エプスタインが456回目、ギレン・マクセルが231回目の登場です。2000年7月9日出発がオルビアコスタスメラルダ空港、到着はモロッコのマラケシュ・メナラ空港。主な搭乗者は、ジェフリー・エプスタインが457回目、ギレン・マクセルが232回目の登場です。2000年7月11日出発がフェズサイス空港、モロッコですね。到着はビルバオ空港、スペインのバスク州ビスカヤ県ロイウですね。ジェフリー・エプスタインが458回目、ギレン・マクセルが233回目の登場です。2000年7月11日出発がビルバオ空港、到着はロンドン・ルートン空港、ジフリープスタインが459回目、グレン・マクセルが234回目の登場です。2000年7月12日出発はロンドン・ルートン空港、到着がイギリスの北アイルランドのベルファスト国際空港、ジフリープスタインが460回目、グレン・マクセルが235回目の登場です。2000年7月12日出発がベルファスト国際空港、到着がアメリカのメイン州のペノブスコット郡のバンゴー国際空港ですね。ジェフリー・エプスタインが461回目、ギレン・マクセルが236回目の登場です。2000年7月12日出発がバンゴー国際空港、途中でダボロ空港、ジェフリー・エプスタインが462回目、ギレン・マクセルが237回目の登場です。ちょっと休憩させてください。ちょうど半分ぐらいかな、これで。多分この2000年が山場で、あとは記録は減っていくんですよね。2001年以降はですね。はい、ここは踏ん張りどころです。はい、2000年7月14日出発はテタボロ空港、到着がパーンビーチ国際空港、ジフリー・エプスタインが463回目、シリー・ルースが16回目の登場です。2000年7月19日出発はパーンビーチ国際空港、到着がテタボロ空港、ジェフリー・エプスタインが464回目、シリー・ルイスが17回目、ゲイリー・ロックスバーグが11回目の登場です。2000年7月19日出発がテタボロ空港、途中がサンタフェ市営空港、ジェフリー・エプスタインが465回目、ギレン・マクセルが238回目、エミー・テイラーが125回目、ゲイリー・ロックスバーグが12回目の登場です。2000年7月31日出発がサンタフェ市営空港、途中がテタボロ空港、搭乗者は不明です。2000年8月4日出発はテタボロ空港、到着がパーンビーチ国際空港、こちらも不明です。2000年8月8日出発はパーンビーチ国際空港、到着がチェリーキャピタル空港、不明です。2000年8月9日出発はチェリーキャピタル空港、到着がテタボロ空港、不明です。2000年8月11日出発はテタボロ空港、到着がパーンビーチ国際空港、こちらも不明です。2000年8月14日出発はパーンビーチ国際空港、途中がシリルキング空港、不明です。2000年8月19日出発はシリルキング空港、途中がパーンビーチ国際空港、こちらも不明となります。2000年8月21日出発はパーンビーチ国際空港、途中がサンタフェ市営空港、ジェフリー・エプスタインが466回目、ギレン・マクセルが239回目、エミー・テイラーが126回目の登場です。2000年8月24日出発がサンタフェ市営空港、到着がバンナイズ空港、主な搭乗者はジフリー・エプスタインが467回目、ケリー・スパムが1回目の搭乗です。2000年8月26日出発がバンナイズ空港、到着がテターボロ空港、ジフリー・エプスタインが468回目、ギレン・マクセルが240回目の搭乗です。2000年8月31日出発がテターボロ空港、到着がパーンビーチ国際空港、ジフリー・エプスタインが469回目の搭乗です。2000年9月6日出発はパーンビーチ国際空港、到着がテタボロ空港、ジェフリー・エプスタインが470回目の登場です。2000年9月9日出発はテタボロ空港、到着がパーンビーチ国際空港、ジェフリー・エプスタインが471回目、ギレン・マクセルが241回目、エミー・テイラーが227回目の登場です。2000年9月10日、出発はパーンビーチ国際空港、到着がシール・キング空港、ジェフリー・エプスタインが472回目、ギレン・マクセルが242回目、エミー・テイラーが128回目、そしてエプスタインの下で働いていたチェリークレープ・リンチが1回目の登場です。2000年9月12日出発はシール・キング空港、こちらテタボロ空港、ジフレ・エプスタインが473回目、ギレン・マクセルが243回目、エミー・テイラーが129回目、チェリークレープ・リンチが2回目の登場です。
2000年9月21日出発でターボロ空港、到着はサンタフェシエ空港、ジフリープスタイン274回目、ゲレンデ・マクスターが244回目、ジョーパガードが3回目の登場です。2000年9月25日出発はサンタフェシエ空港、到着はバンナイズ空港、ジフリープスタイン475回目、ケリー・スパムが2回目の登場です。2000年9月26日出発はバンナイズ空港、到着はターボロ空港、ジフリープスタイン476回目の登場です。2000年9月29日出発がデターボロ空港、とじゃシールキング空港、ジフリープスタが477回目、この写真の入れ墨の野郎がですね、3回目の登場です。2000年9月30日出発はシールキング空港、とじゃパームビーチ国際空港、ジフリープスタインが478回目、ピーターマリノが4回目の登場です。はい、2000年10月3日、出発はパームビーチ国際空港、到着はテターボロ空港、ジフリープスタインが479回目、ギレン・マクセイが245回目、MET が130回目の登場です。2000年10月5日、出発はテターボロ空港、到着はパームビーチ国際空港、ジフリープスタインが480回目、シェリー・ルイスが18回目の登場です。2000年10月10日、出発はパームビーチ国際空港、到着はテターボロ空港、ジフリープスタインが481回目、ギレン・マクセイが249回目、MET が131回目の登場です。2000年10月13日出発はテターボロ空港、到着がニューヨーク州ニューヨーク市クイーンズ区のラガーディア空港、再配置です。2000年10月15日、出発はルブルジェ空港、到着がイギリスのウェストミッドランズのバーミンガム空港、ジフレープスタインが483回目、シェリー・ルイスが19回目の登場です。2000年10月17日、出発はバーミンガム空港、到着はバンゴー国際空港、ジフレープスタインが484回目、シェリー・ルイスが20回目の登場です。2000年10月17日、出発はバンゴー国際空港、到着はラガーディア空港、ジフレープスタインが485回目、シェリー・ルイスが21回目の登場です。2000年10月20日、出発はラガーディア空港、到着はパームビーチ国際空港、搭乗者は不明です。2000年10月21日出発はパームビーチ国際空港、到着がマイアミ国際空港、ジフレープスタインが486回目、ギレン・マクスターが247回目、エミー・テイラーが132回目、ケリー・プスパムが3回目、ゲリー・ロックスバーグが13回目の登場です。2000年10月21日出発はマイアミ国際空港、到着がシール・キング空港、ジフレープスタインが487回目、ギレン・マクスターが248回目、エミー・テイラーが133回目、ケリー・スパムが4回目、ゲリー・ロックスバーグが14回目、建築家のリカルド・レゴレッタが1回目の登場です。2000年10月23日出発はシール・キング空港、到着がニューアーク・リバティ国際空港、ジフレープスタインが488回目、ギレン・マクセルが249回目、エミー・テイラーが134回目、ゲイリー・ロックスバーグが15回目の登場です。2000年10月25日出発はニューアーク・リバティ国際空港、到着がロンドン・ルートン空港、ジフリープスタインが489回目、ギレン・マクスが250回目、ミテラが135回目の登場です。2000年10月28日出発はロンドン・ルートン空港、到着がバンゴー国際空港、ジフリープスタインが490回目、ギレン・マクスが251回目、ミテラが136回目の登場です。2000年10月29日出発はバンゴー国際空港、到着がパームビーチ国際空港、ジフリープスタインが491回目、ギレン・マクスが252回目、ミテラが137回目の登場です。2000年10月30日出発はパームビーチ国際空港、到着がテターボロ空港、ジフリープスタイン492回目、ギレン・マクスター253回目、エミー・テイラーが138回目の登場です。2000年10月31日出発がテターボロ空港、到着がパームビーチ国際空港、ジフリープスタインが493回目、シェリー・ルイスが22回目の登場です。2000年11月5日出発がパームビーチ国際空港、到着がシール・キング空港、ジフリープスタインが494回目、シェリー・ルイスが23回目の登場です。2000年11月7日出発はシールキング空港、到着がターボロ空港、ジフレープスタインが495回目、シリールスが24回目の登場です。2000年11月9日出発はターボロ空港、到着がパームビーチ国際空港、ジフレープスタインが496回目、ミーテラが139回目の登場です。2000年11月12日出発はパームビーチ国際空港、到着がポートコロンバス国際空港、ジフレープスタインが497回目の登場です。2000年11月12日出発はポートコロンバス国際空港、到着がパームビーチ国際空港、ジフリープスタインが498回目の登場です。2000年11月15日出発はパームビーチ国際空港、到着がサンダルシエ空港、ジフリープスタインが499回目、ゲリン・マクセイが254回目、ミーティアが140回目の登場です。
2000年11月16日出発はサンタフェ市営空港、そしてバンナンズ空港、ジフレーブスタイン500回目、ギリル惑星が255回目、MeTerraが141回目の登場です。2000年11月17日出発がバンナイズ空港、こちらがサンディエゴ国際空港、ギレンマクセルが256回目、エミーテラが142回目の登場です。2000年11月17日出発がサンディエゴ国際空港、こちらがバーミーチ国際空港、ジフレープスタン501回目、ギレンマクセルが257回目、エミーテラが143回目の登場です。2000年11月19日出発はパーミーチ国際空港、到着はローレンス・ハンスコムフィールド、ジェフ・レープスタイン502回目、グレン・マクスター258回目、エミディラが144回目の登場です。2000年11月19日出発はローレンス・ハンスコムフィールド、到着はテターブロ空港、ジェフ・レープスタインが503回目、シリー・ルイスが25回目の登場です。2000年11月22日出発はテターボロ空港、そしてロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港、ジフ・レープスタインが504回目、シリールスが26回目の登場です。2000年11月22日出発はロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港、そしてパーンビーチ国際空港、ジフ・レープスタインが505回目、シリールスが27回目の登場です。2000年11月28日出発はパーンビーチ国際空港、そしてシールキング空港、ジフ・レープスタインが506回目、ギリネン・マクスタイが259回目の登場です。2000年11月30日出発はシールキング空港、到着パーンビーチ国際空港、ジェフリー・ブスタン507回目、ギリン・マクスターが260回目登場です。2000年12月1日出発はパーンビーチ国際空港、到着はダラス・フォートワース国際空港、ジェフリー・ブスタン508回目、ギリン・マクスターが261回目登場です。2000年12月1日出発はダラス・フォートワース国際空港、到着はアルバカーキ国際空港、ジフリープスタインが509回目、ギリン・マクセルが262回目、リカルド・レゴレッタが2回目の登場です。2000年12月2日出発はアルバカーキ国際空港、到着はサンタフェ市営空港再配置です。2000年12月2日出発がサンタフェ市営空港、と違ってタブロ空港、ジフリープスタインが510回目、ギリン・マクセルが263回目の登場です。2000年12月5日出発はテターボロ空港、到着はブルジェ空港、ジフレーブスタインが511回目、ギレン・マクセルが264回目、エミー・ティラが145回目、キリー・スパムが5回目の登場です。2000年12月6日出発はルーブルジェ空港、到着はロンドン・ルートン空港、ジフレーブスタインが512回目、ギレン・マクセルが265回目、エミー・ティラが146回目、キリー・スパムが6回目の登場です。2000年12月7日出発はロンドン・ルートン空港、到着はイギリスのイーストアングリアのノーフォーク州のマーハム空軍基地、ジェフリープスタイン513回目、ギレン・マクセルが266回目、キリースパム7回目、ハイアットコーポレーション会長兼最高経営責任者のトーマス・プリツカ、ハイアットというのはホテルのハイアットですね、が1回目の登場です。空軍基地にこのハイアットの経営者が何してるんですかね、どこ行ってんねんって話ですけど。2000年12月7日出発はマーハム空軍基地、到着がイギリスのイーストアングリアのノーフォーク州のノリッチ空港再配置です。2000年12月9日出発はノリッチ空港、到着がニューファンドランドブラブラドル州の、ガンダー国際空港、ジェフレープスタインが514回目、ギレン・マクセラ267回目、エミティラが147回目、ケリースパムが8回目の登場です。2000年12月9日出発はガンダー国際空港、到着がパーンビーチ国際空港、ジェフリー・プスタインが515回目、ギレン・マクスが268回目、エミー・ティラが148回目、キリー・スパムが9回目の登場です。2000年12月11日出発はパーンビーチ国際空港、到着がダボロ空港、ジェフリー・プスタインが516回目、ギレン・マクスが269回目、エミー・ティラが149回目、バージニア・ロバーツ・ジュフリーが1回目の登場です。このバージニア・ロバーツ・ジュフリーというのは、あれですね。アンドルー王子を訴えたんですよね。2001年かな、この翌年ですかね。で裁判になってますね、はい。2000年12月14日出発はテターボロ空港、到着はシールキング空港、ジェフリー・プスタイン517回目、ギレン・マクセル270回目、バージニア・ロバーツ・ジェフリーが2回目の登場です。これアンドル王子と、左がアンドル王子で右が ギレン・マクセルですよね、はい。2000年の12月14日、出発はシールキング空港、到着はパーンビーチ国際空港再配置です。以上です。